予算委員会を開会いたします、えー。会に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます。えー、サドル二十六日の本会議におきまして皆様のご推薦により予算委員長の就任を担うことになりました桜井光です。 えー、党委員会の運営につきましては、公平,公平中立を旨として、円滑に進めていきたいとそう思っております、えー。理事の先生方、委員の皆さん、えー、ご協力いただきたく、よろしくお願いしたいと思います。それから政府の皆さんにおかれましては、参議院の委員会として本当にきちんとした議論ができるように、簡潔に、そし,そして明確にご答弁いただくことをお願いしたいと思いますどうぞよろししくお願いいたします。 それでは理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の移動に伴い現在理事が3名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます理事の選任につきましては宣令により委員長の指名にご一人いただきたいと存じますがご異議ございませんかはい、ご異議ないと認めますそれでは理事に加藤義明君小林和弘君及び薄井昭一君を指名いたします 国政調査に関する件についてお諮りいたします。本委員会は今期国会におきましても、予算の執行状況に関する調査を行いたいと存じますが、ご意議ございませんか。ご意議ないと認め、採用決定いいたしますす政府参考人の出席要求にに関する件についてお諮りいたします。 予算の執行状況に関する調査のため、必要に応じ、政府参考人の出席を求めることとし、その手続きにつきましては、これを委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用を取り計らいます。予算の執行状況に関する調査についての理事会決定事項についてご報告いたします。本日は政治資金等に関する集中審議を往復方式で180分行うこととし、 各会派への割り当て時間は、自由民主党20分、立憲民主・社民64分、公明党24分、日本維新の会教育無償化を実現する会32分、国民民主党新緑風会16分、日本共産党16分、令和新選組8分、質疑,質疑順位につきましては、お手元の質疑通告表のとおりでございます。 予算の執行状況に関する調査を議題とし、政治資金問題等に関する集中審議を行います。この際、岸田内閣総理大臣から発言を求められておりますので、これを許します。岸田内閣総理大臣自民党の政策集団の政治資金をめぐる一連の問題で、国民の皆様方の信頼を損ねる、 大変深刻な事態を招いていることについてまずもって自由民主党総裁として心よりお詫びを申し上げますまたこの問題に関連して昨年臨時国会閉会後の12月14日閣僚4名副大臣5名大臣政務官1名等から職を実施したいとの申し出があり年末の極めて 重要な時期に、国政に遅滞を生じることがないよう、これを承認し、直ちに公認の閣僚等を任命したところです。こうした事態を招いたことについても、私自身、任命権者としての責任を重く受け,受け止めております。こうした事態に対して、自民党として、国民の皆様方の信頼を取り戻すために、政治は国民のものと宣言した。 立党の原点に立ち返って、自民党は変わらなければならない、そうした強い決意と覚悟を持って、私自身を本部長とする党総裁直属の政治刷新本部を立ち上げ、党を挙げた集中的な議論を経て、先般、信頼回復の第一歩として、中間取りまとめを行ったところです。この中間取りまとめにおいては 政治資金の透明性やコンプライアンスの徹底など、運用面での改革を先行して進めつつえ、制度面での改革については、各党各会派との真摯な協議を経て、政治資金規正法改正など、必要な法整備を進めていくことなどとしております。え私自身が先頭に立って、これらの取り組みを必ず実行してまいります。えそして 政治改革に終わりはありません。今後も引き続き政治刷新本部において徹底的な議論を続け、政治に対する国民の皆様方の信頼回復に向けて普段の改革に取り組んでまいります。はい、ありがとうございました。これより質疑を行います。質疑のある方は、えー、磯崎義彦君。はい 自由民主党の磯でございますまず質問に先立ちまして、新春早々に発生をいたしました、能、え、登、ー、半島地震によりお亡くなりになられました皆様方に、お山やを申し上げますとともに、被災されたすべての皆さんにお見舞いを申し上げたいというふうに思います。また、復旧、復興に働たられております消防、警察、自衛隊、医療関係者、す、え、べ、ー、ての関係者の皆様方のご労苦に、心からの敬意を表しますとともに、感謝を申し上げたいというふうに思います。 本日のの集中審議のテーマは政治資金問題であります、まあ、この問題につきましては、国民の皆様の関心、非常に高いものがあると思います。まあ、このような場で質疑をさせていただきますことを、まずは感謝を申し上げたいというふうに思います。この自民党のいわゆる派閥の政治資金パーティーに係る政治資金規正法違反事件により、まあ、国民の皆様の中に自民党に対する失望、不信感、怒りが生じ、 まあ引いては政治に対する強い不信感が蔓延をしておりますことに自民党の国会議員の一人として国民の皆様にお詫びを申し上げた上で質問に入らせていただきたいと思いますまあ、本来であれば岸田総理はこの委員会の場には内閣総理大臣として出席をしてまあ、その立場で答弁をされるのが本来でございますけれどもまあ、ことこの政治資金問題につきましては自民党総裁としての立場でも ご答弁をいただかなければなりませんぜひご了解をいただきたいというふうに思います私は今般の政治資金問題に対しましては岸田総理は国民の皆様の信頼を何としても回復しなければいけないまあそういう強い覚悟と決意を持ってリーダーシップを発揮をされてきたというふうに思っておりますまず第一に1月の10日に自ら本部長として党に総裁直属の政治刷新本部を設け 外部有識者からの忌憚のない意見をまりながら先日二十五日には政治資金の透明性の徹底派閥の解消と党のガバナンス強化この柱とする中間取りまとめを行いました第二に自ら会長を務められておられた高知政策研究会の解散を表明されておられますいわゆる派閥の解消につきましてはその後も解散表明が続き まあ今日に至っていいるところでございます私はあの民間企業で危機管理の経験がございますけれども、まあ、何か重大な事象が発生をし、あるいは不祥事が発生をしたときには、まず、まあ、一体どういうことが発生をしたのか、まあ、事実の解明。で続きまして、このような事象が発生した原因は一体何だったのか、原因の究明。まあ、そして、二度とこのような事象が発生をしないよう、再発防止策、これを取る。まあ、こういった 流れを取ることが一般的でございますこの流れに従いまして、国民の皆様にあるの中にある率直な疑問、納得できない点、これを総理に今日この場でご説明をさしていただいて、自民党が自助作用を発揮し、解体的な出直しを図り、全く新しい党にうなわれ変わろうとしている、このことをぜひ国民の皆様に示していただきたい、そのように思っております。 自民党のいわゆる政治資金、派閥の政治資金パーティーにかかる政治資金規正法違反、これは刑事事件となり、逮捕者も出ました、まあ、さらに検察当局により、公判請求、略式起訴される事態になっております、まあ、刑事事件となり、まあ、捜査中であるということを理由に、まあ、関係者の皆さんが説明を差し控えたこともあり、いまだどのような規模で、まあ、何が起こったのか、 我々は報道で知る以外、事実関係が明らかになっておりません。民間企業であれば、まあ、外部の第三者による委員会を設け、まあ、先ほど申し上げたように、事実の解明、原因究明、再発防止策、これら一連のプロセスが実行されることが少なくないわけであります。原因究明、再発防止の前提は、まあ、一体何が発生をしたのか、このことが明らかになることであります。しかしかながら いまだ説明責任は果たされておりません。政治刷新本部の中間取りまとめにおきましても、まあ、関係者による明確な説明責任がうたわれております。関係したいわゆる派閥、関係した議員個人はもちろんのこと、この段階に至っては、自民党としてしっかりと説明責任を果たすべき、そのように考えております。岸田総理、自民党総裁として、党を含めた 関係者の責任説明をどう果たしていくのか、まずはお伺いしたいというふうに思います内閣総理大臣、岸田文雄君。えー、まず委員ご指摘のように、えー、こうした事件が発生した際に、まず実態解明を行う、これが第一である、最も重要である、こういった点については、全くそのとおりだと思います。し、えー、しか,、えーしかし 今、検察による捜査が進み、それによって政治資金収支報告書の修正が今、行われている中にあって、この法的な観点から、この判断が示されている、こういった状況の中で、この政治的に説明責任を果たすこと、そして、 その上で政治責任を果たしていくこと、こういったことを取り組み進めていかなければならない、これが現状であります。こうした手続きを踏んで、実態を解明していくという観点から、実態解明と、そして原因を確認して再発防止をし、 何よりも謝罪をし、そして政治責任を果たしていくこれらを同時に進めていかなければならない。これが現状であるとま認識をしています。実態のこの実態の把握については、これ今後ま政治資金収支報告書の修正等が行われる中で、法的な観点からの。 この判断が明らかになるわけですが、そのその際に、まず当事者の説明責任を果たすよう、党としても促しながら、党自身が実態解明に努めなければならないということで、す、ま、で、あ、に党役員、幹部に対しまして、関係者の事情の聴取を行う。 ここうしししたたた仕組みををスタートさせることを指示いたしましたぜひ党として、党としても実態把握を行った上で、この事件につきまして、政治的にどう整理するのか、その上で政治責任についてどう考えるのか、これをしっかりと取り組み進めていきたいと思います。そして、その中で再発防止等についても明らかにし、 まあ信頼回復についつなげていきたいと考えております委員長、磯崎君、はいえー。今、総理の方から明確にご答弁をいただきました、えー、ぜひ、えー、これを同時にやっていくということで、それを進めていっていただきたいというふうに思っております。で続きまして、まあ、今回の事態がなぜ起きてしまったのか、まあ、再発防止を考える上では、その原因を究明すること、まあ、これも非常に重要であるというふうに考えております。まあ、いわゆる 派閥における政治資金パーキーにおきましては、まあ、割り当てを超えた部分について、まあ、個人への還付が行われ、まあ、これを派閥個人双方において、収支報告書に記載しない。まあ、このことがいわば、慣例的に行われていた。これはまさにコンプライアンスの欠度であるというふうに思っております。で、また、国民の皆さんはまさに今、現下のこの物価高の中で、まあ、10円、100円、まあ、これを安く、こういう気持ちがある中で、まあ、国会議員は超単位、 あるいはその億単位、まあ、こういうあの予算の審議をしております。で、他方で、この政治資金パーティー、パーティー券1万円、2万円、まあ、こういった一般の国民の皆様とは、金銭感覚、まあ、これが2桁も3桁も違うのではないか、私はこのように考えております。まあ、岸田総理は、この今回の問題が発生した原因について、まあ、どのようにお考えなのか、お尋ねしたいというふうに思います岸田総理大臣。 まず今回の問題については、この法律がありながら、それを重守しなかった、コンプライアンスの欠如、これが最も大きなこの原因であると理解をしています。その上で、具体的にどういった経緯をたどったのか、どういったこの原因であったのかということについては、先ほど申し上げました、 あこの、うん、法的な責任に続いて、説明責任、そして政治的な責任、これを果たしていくべく、まあ、党,党として、えー、実態把握に努めていく、まあ、その中でより明らかに、そして整理をした形で、国民の皆さんに示していかなければならないと考えています。こ、えー、この党としししててもこうたたた説明責任そして、えー、政治責任任そ政治を果たすために えー、この関係者の聴取等を精力的に進めることによって、結果を出していきたいと考えています委員長磯崎君。はいあの原因がはっきりしてこそ、まあ、その対応策が出てくるということかと思いますので、しっかり対応いただきたいというふうに思います。で次に対応策、再発防止策でございますけれども、まあ、この政治刷新本部の中間取りまとめ、まあ、ここでは冒頭申し上げましたとおり、 ま政治資金の透明性の徹底、まあ、いわゆる派閥の解消と党のガバナンス強化、まあ、このことが謳われておりますで。政治資金の透明化につきましては、政策集団による政治資金パーティーの禁止、お、ま、よ、あ、び外部監査の導入、まあ、コンプライアンスの徹底、党所属議員の政治資金の透明性向上、まあ、これが党としてできる、まあ、運用面での取り組むとして挙げられております。でさらに、各党との真摯な協議を経て、 制度面での改革として政治資金規正法改正などの法改正これを行うというふうにしておりますでまた派閥の解消と党のガバナンス強化につきましては政策集団がお金と人事から完全に決別するまこのように謳っているわけでありますでこれらの改革をやはり何としても実現をしなければ国民の皆様の信頼回復到底望めないそのように考えておりますでこの政治資金の透明化に関しまして 午前中の衆議院の質疑におきましても、政策活動費、まあ、この問題が論議をされました。で政策活動費につきましては、使途の公開など、さまざ、あ、まな提案がなされておりますで。そもそもこの政策活動費につきましては、まあ、従来から、まあ、憲法で保障されました政治団体、まあ、この政治活動の自由を確保すること、まあ、このことと、国民の疑念を招くことがないように、政治資金の透明性を図っていく。 このことのバランスをどう取っていくのかまあ、そのし、その上でこの支出が認められてきた。このように認識をいたしております。で、この政策活動費に関する議論え、提案についてまあ、総理のまず、ご意見をご見解を伺いをしたいというふうに思います。岸田総理大臣え、委員が指摘のように自民党のま中間取り組みのためにおいては。 えー、この政策集団の政治資金パーティーの禁止など、まず自民党自身、えーえー、率先して取り組むべき課題、運用面での課題について、えー、明らかにするとともに、制度面での課題、法改正等を伴う、まあ、制度改革についても自民党として、えー、政治資金の透明性の向上、えー、そして、えー、この、えーえー、と、 責任体制の厳格化などこういった考えから取り組んでいくこうした考え方を明らかにしましたこの法改正を伴う様々な制度面での課題について議論を行うその中で御指摘の政策活動費の議論もその課題の一つとして取り上げられていると承知をしております そして政治政策活動費を,はじめを含め、我が国の政治資金につきましては、まさに今委員ご指摘になったように、この政党をはじめとする、この政治活動の自由という課題と、そして政治資金の透明性を通じた国民の知る権利という課題、この2つのバランスの中で、長年にわたって議論が積み重ねられ、まあ、今日に至っていると承知をしております。 ですから、この政策活動費については、政党等の政治活動の自由との関係を、関係する議論でありますので、これはすべての政党が関わる共通のルールとして、議論をしていかなければなりません。先ほど申し上げたように、自民党としても制度面での議論、 真摯に向きき合っていきたいいたと思いますこの今の議論、政策活動費の議論についても、先ほど申し上げました政治活動の自由と国民の知る権利のバランス等の中で、自民党としても、真摯に議論に向き合っていきたいと考えています。委員長磯崎君はい この各政治団体、共通のルールに基づき行うべきだという言及がございました。私もそのとおりだというふうに思っておりますで。私はその議論の前提としまして、この政策活動費、まあ、これが一体何を原資に支出されているのか、例えば政党助成金を原資としているのかどうなのか、まあ、こういった点、まあ、それとその支出先の範囲はどこなのか、まあ、こういったことについての確認がまず必要だろうというふうに思っております。でつまり政治活動費 政策活動費の廃止、あるいはその首都公開を議論するにあたりましては、そもそも国民の税金を原資とする政党助成金の使い方につきましても、まあ、何が適切なのか、あるべき姿も併せて議論をすることが必要であるということをぜひ申し上げておきたいなというふうに思っております。まあ、しっかりと各党各派の皆さんと真摯に議論を積み重ねてまいりたい、そのように思っております。あの時間の関係で次の質問ちょっと飛ばさせていただきまして、国民の皆様の中で、 納得がいかないいいいととと感じてるることがあるんだろうううふうに思いますなぜ同じように、まあ、議員側の収支報告書の虚偽記載があるにもかかわらず、額の高で取扱いが異なるのか、あるいはまた見方によっては、まあ、いわゆる派閥の一部の幹部が還付金の還付を行い、派閥側においても議員側においても収支報告書の記入をしないという仕組み、システム、まあ、これを定めて、まあ、議員は万全とそれに従っただけであれば、 そののの仕組みシステムを決めたもものの責任が問わわれるるべき、まあ、こういういい声もあるわけでございますで検察当局においては、動機であるとか、犯行形態であるとか、虚偽記入の額であるとか、供述内容、あるいはその多事案との比較、まあ、その他諸々の事情を総合的に判断するものであって、まあ、機械的に金額を基準と考えているわけではないというふうにされているわけですが、やはり金額基準が大きい。 という事実はあるんだろうというふうに思いますで他方で犯罪の構成はそうだとしても党としてどう関係者に対処するのかこれは別問題だろというふうに考えております政治、えー、刷新本部の中間取りまとめにあるべき政治責任についても結論を得るとあります先ほど来、えー、岸田総理も政治責任ということについても、えー、言及をされました総裁として、えー、このあるべき 政治責任についてどうお考えなのか、えー、見解をお伺いをしたいというふうに思います岸田総理大臣。今回の,あの事件につきましては、検察によって捜査が行われ、そして検察によって法的な責任が追及をされ、そして判断が下されたものだと思います。この法的なこの判断 は大変重たいいものががあると思いますがそれに加えて、まあ、政治の立場から考えますときに、それぞれの説明責任、これをしっかり果たしていかなければならない、そしてそれに加えて、まあ、政治的な責任についてどう考えるのか、これについて党としても考えていかなければならない、こうしたことであると思います。まあ、あの説明責任は この当事者本人の説明責任を促していくこれは当然のことでありますが併せて党としても説明責任を果たすために関係者の聞き取りを行わなければならないと考えています早急に聞き取りを開始したいと思っていますその上で実態を把握しそして政治責任についても党としてどう考えるべきなのか 対応を考えます。委員長、磯崎君。はい、えー、法的責任のみならず、やはりあの国民の皆様はこの政治責任どう、えー、取っていくのかということについて、やはり見てるというふうに思います。ぜひしっかりと対応していただきたいというふうに思います。で、最後の質問になります。で、今回の受賞に伴いまして、まあ、現時点ではいわゆる解消する派閥と存続する派閥があるわけでございます。で、ともすれば。 解散すす、まあ、するる派派派派閥閥改革存続は支給派と見られがちでありますでしかしながら、政治刷新本部の中間取りまとめ、まあ、この中におきましても、いわゆる派閥はお金と、まあ、人事から完全に決別し、まあ、本来の政策集団に生まれ変わらなければならない、まあ、こう謳われております。で今回、解消されない派閥も、本来の政策集団に生まれ変わるということであります。え今後 新しい政策集団、これはもう全く政治と金から、政治と人事から気に離れた、これも出てくる可能性もあるわけでございます。でそうなりますと、重要となるのが政治の政党のあり方、とりわけ政党のガバナンスのあり方、これが非常に重要だと思います。まあ、自民党が野党だった平成24年にまとめた日本国憲法改正草案におきましても、この政党の項目を入れるという、こういう案もございました。ぜひ最後にに総理には 政治の刷新を断行して、このガバナンスを発揮して、政策を実現をしていく、民主主義の発展に貢献をしていく、このことの決意と覚悟をお伺いをしたいというふうに思います岸田総理大臣あの。派閥につきましては、過去、何十年にわたって議論が行われ、そして派閥の解消等も行われながら、この結局、この派閥の弊害が繰り返されると。 いうことがまあ続いてきました。今回あの中間取りまとめで,で行った結論のポイントは派閥を政治とお金とポストから切り離すそのためのルールを具体的に定めたということだと思います。将来グループができたとしてもこの一 今回決めたルールには従ってもらう政治、えー、政策集団の政治資金パーティーは禁止をする、あるいは人事につきましても、等度、ガバナンスコードで明らかにする、このルールに今後とも従ってもらう、実質的に今後ともグループができたとしても、えー、金や地位から遮断される、まあ、こういったことである、このことが重要であると思います。これををぜひ実行ししてていいいきたいと思いますそして、えー、派閥を この金や地位から遮断するということになりますと、それをどこ、どうやって埋めるのか、これは党のガバナンス強化によって埋めていくということになると考えております以上ありがとうございました、はい、以上で磯崎義彦君の質疑は終了いたしました。